花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。この1週間はですね、ほとんど先週、の放送後からですね、九州の方に行ってましてですね、ずっと1週間いましたね。昨日戻ってまいりましたということでですね、今日は金玉ということで、楽しく、やっていきましょう。松下としみさん、こんにちは。こんにちは、どうもよろしく。いえいえお疲れ様でした。お疲れ様でした、ね、楽しかったです。今日ほらお土産持ってきたね、はい、明太にしようかなと思ったんだけど、やっぱりね、博多の通はね、博多通りもんというね、うん、お菓子なんですけども、もう明太せんべいとかあるじゃないですか。まあ、ああいうのはもうあれよやっぱり今から通りもんでしょ、ということでね、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうでしたか、この1週間は。僕ね、早かったですね、なんかね、あっという間に。いや本当にね、1週間早いのよ、うん、でちょっとどっか行ったりなんかすると、もうあっという間にね。そうですね、うん、慌ただしくね、先週のラジオ終わっていきましたけれどもですねお疲れですか。お疲れ様ですね。いやーでもね、ずっと歌ってたね、結局は、ね、うん、結局はずっと歌ってましたね。まあまずはですね、これ西の海音楽祭というね、はい、こう長崎、これが初日でしたね。そう、初日ですね。これが21日でございましたけどもですね、はい、確か19日にそうですね、終わってからね、その日に、うん、それで僕はね、これ西の海音楽祭ファイナルですけども、これは、20日と21日 2 days、うんうん、あったんですね。で僕は19日に行って、20日にね出演しました。佐藤雁博さんとか、まあ、いろんな方がね、大勢の方が、長田、たこやくんね、長田たこやくん、よしこさん、うん、さんといつも、はい、やってたりなんかするね、はい、長田さんとかもいろんな方がね出て、イノシン、ペンギンと白クマとかね、うん、まあ、いろんなバンド、そうなんですよ。それバンド名だったんですね。そうです、そうです、そうです。で、本当にね、まあ、これで最後、で、2日目は諸岡健二さんとかいろいろね、はい、で、僕、大久保英治さんと一緒にね、ジョイントこの時はやらせてもらったんですけども、本当に、ね、感謝いたします。ペダルスティール、スティールギターなんね。と、歌もまたね、いいのよ。伊佐原部屋の方なんですけどもね、一緒にやらせていただきました。皆様本当にお疲れ様でした。お世話になりました。おかげさまで天気もよくね。ねえ、うん、すごいいい、だからロケーションがものすごくいいところで、ね、夕日も綺麗だしね、うん、前がすぐ海だしみたいなところでね、行ってみたかったね。いいですね、行きたいですね。またやってほしいな。いやもうこれが最後ということでね、本当にね、残念でございますけどもですね、うん、また皆様とお会いすることを楽しみにしております。豪太くんとかね、親方とかもね、いろんなねスタッフの人がおでん作ったりね、そうそう、それでその食べながらとかね、いろんなね、要するに風船の芸をする人とかね、はい、いろんな方がいらしてですね、楽しかったです。それでまあ2日目が博多ですね。これいよいよね、博多のライブ21日 BB ケンちゃんということで、これは博多の、まあ、昭和時代からの友達、中野茂君のハープね、で熊谷梅健二君の、まあ、ベースというね、あと、井ノ口和也さんのね、ギター、これ若い、僕もう息子のぐらいの年齢のギタリストの、アコースティックギター弾くんだけど、ものすごいセンスいいのよ。うん、もう博多の優れたミュージシャンたくさんいますよね。で楽しい、でオープニングアクトにまあ、アコースティックウッドベースが入ったアコースティックブルースのバンドをね、出ていただきまして、楽しい時間を過ごさせていただきました。それで、その次の日が、次の日というか23日が北九州のストロベリーサワー、ここ初めてのところなんですけどもですね、音響が良くて、そんなすごく広いところじゃないんだけども、料理が美味しいのよ。おー、うん、そうですね、
でね、俺亀が好きじゃん。入るのに亀買ってある。亀がすぐ隣に水槽があって、亀がもうロックンロールしてるのよ。亀がロックンロールしてる。いやー、面白いとこでした。あの、素敵なね、場所でしたけども、この時はあの、ギターに山近誠くんと、あとあのパーカッションマッキーというパーカッションが入って、やらせていただきました。そのメンバーで、最終的に、24日能型のザ・バー、これは生まれ故郷でしたけどもですね、本当にたくさんの皆さん来ていただきましてですね、いろいろ地元の方お世話になりましたということでね、楽しい九州ツアーでございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、本当に楽しかった。やっぱこうやって、いや、僕は40年前に昭和に見に来てたお客さんとか、40年前、そう、40年前よ。それで同級生とかはもう50年ぶりに会ったりとかね。そうなんだよね。そんな機会ってあんまりないじゃない。そうですね、50年ってすごいね。50年ぶりはさすがに僕はないですね。ないでしょ。幼稚園のこと、まあ、幼稚園3回ぐらいになっちゃって、ね、そうでもね、そういう出会いがね、またこうあってね、新たにまた、また、まあ、次回ね、どういう形にするかっていう展開もちょっといろいろ見えてきましたので、うん、じゃあ私たちも行けるかね、うん、ぜひぜひ、ちょっといろいろね、ご相談して行きたいね。ここまで聞いたらね、うん、ぜひ盛り上がってる、盛り上がっていきたいと思いますけどもですね、ということで、今ほら商店街とかもあんまり良くないじゃない、シャッター商店街って。まあ僕の生まれ故郷の能型もそういう感じなんだけども、やっぱりいろんなまた新しい動きができてきて、やっぱりいかにね、そこでまたこう取り戻していくか、賑やかさをね、そういうものもね、なんかね、垣間見たような気がします。北九州のちょっとそうな感じだったんだけども、やっぱり全国的に今そういうね、そうですね、商店街がね、あんまりその活気がない、なくなって、大型店舗ができたりとかして、いろんなね、今時期かもしれませんけどもですね、盛り上がっていくことを ね願っております。ということで、お便り来てますか。お便り来てますよ。はい、それじゃあちょっと行きましょうか。博多のみきさん、うん、博多のみきさんからいただきました。ほうほうほう、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。どなたかがいなくなったことを悲しんでるかのようなぐずついてる博多です。ああね、佐野さん帰ったからね。俺はもう帰ったらね、帰ってきたら寂しい人もいるでしょう。はいはい、先週の金玉では久しぶりにあなたからの贈り物も聞けたし、はいはいはい、嬉しかったです。はい、今週も金玉、独特の間を感じる楽しい放送ですね。ダラダラしそうで、間が空きすぎる。そう間が悪いんだね。間抜けでごめんなさい。うん、さて、カナオさん、いつも通りの弾丸ツアー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回は、おいらは一箇所集中で全力で楽しませていただきました。はい、一箇所、改めて思ったのは、やっぱりカナオさんの集中力はすごいってことでした。うん、お客様の空気をどんどん一つにまとめていったのが、今回一番後ろで見ていてめちゃくちゃ分かりましたね。ああね、おいらも勝手に負けられんばいと思って全力で声出しと、はい、声出しとやじ飛ばしをタイミングを考えながらさせていただきました。カナオさんに叱られそうなヤジの時は、当然飛ばした後に影に隠れましたが、まあ我々でしたね。それから番組のスポンサーでもあるカナオさんの同窓会、同窓生の方々も本当に優しくしてくださり、なんだかものすごくありがたい時間を過ごしました。はい、あとは、鮎川さんのイベントに出席していたシーナ&ロケッツのドラマ、川島さんまで、そうですね、カナオさんがキトンシャートならと急遽イベントの打ち上げを中座してまでカナオさんに会いに来られてました。会いに来られてましたし、本当にすごい、そして長い一日でした。心から感謝です。はい、はい、ありがとうございます。なんかもう感謝以外の感情が浮かびませんので、この辺で終わりますね。はい、リクエストは博多では聞けなかったリバーサイドマイホームタウンをお願いします。博多で歌わなかったとですか。そうですか。あのね、はい、つい忘れてたのよ。リバーサイド、これは忘れちゃいけないんでしょ。そうついね、し忘れたかもしれないですね。かもしれない。で、まあ北九州とか能型はね、しましたけどもですね。はい、まあ、ミキさんね、ちゃんとチェックしてますからね。ありがとうございます。シーナ&ロケッツのね、川島君とかも来てくれて、ドラムのね、
あの昔からのほら昭和の仲間だから。あ、そうなんですか。そうそう。でチーナンドロケッツもあそこに出てたんですか。あ、昭和は出てないけど、あの川島くんとかほら、あのあメンバーはね、うん、あ、なるほど、メンバーのね、人はあの他のバンドっていうかね、もともとモッズだったのよ。モッズモッズっていうバンドを、あのアマチュア時代はその川島くんと浅田くん、うんとあと白浜くんかな、3人で、その4人でやってた、うん、あと森山くんと、うんうん、それでモッズっていうね、あのフーとかのカバーしたりとか、うん、それやってた、ね、知ってますよ、うん、やってて、それその後に、まあ、シーナンドロケッツデビューの時に、あの浅田くんと川島くんがシーナンドロケッツに入ってデビューしたのね。で後からあのモッズのメンバーを探して、またモッズはその後にデビューするというね、そういう、すごい、ね、いろいろこともあって、歴史的な経緯がなんかね。そうですよね。そうなんよ。だからその昭和時代のチーフとかも来てて、うん、秋吉さんっているんだけど、で秋吉さんすごい山のようにでかいんだけど、一番前でちっちゃくなってんだけど、ものすごくすぐわかるんだよね。一番前。いやでもね、あの本当にね、あの楽しかったですね。あの昔の昭和を思い出すような。うん、でもあのやっぱ昭和時代にやってた楽、ドラムやってたあの上田くんっていうのがいて、まあ、その時ハードロックっていうかそういうプログレッシブなバンドやってたんだけども、うん、今はほら五代後の浅田、あの浅野さんとかとね、あ、うん、一緒にやってたり、あと太金金太っていうドラムいるじゃないですか、あ、はいはいはい、あの彼のイベントね、うん、ツイストの、うん、そのイベントにもと、それで東京に来たりしますね今度ね。で上田くんとかも来てくれてて、あのなんかね、すごいミュージシャンの、ね、数です ね、 ね、 じゃあね、すごいね、つながりが、そう、つながりはね、結構ありますよね。だからミキ君とかも ね、 ね、あのその当時は僕ミキ君のことは知らなかったんだけど、うん、なんだろう、あの今はほらまた時代も変わって、うん、お店もいろいろ変わってきてね、うん、ミキ君とかいろんな人が、まあ、情報をいろいろ僕に与えてくれるんでね、うん、博多ラーメンごちそうになったもんね、ミキ君に。すごい、うん、ごちそうになった、うん、ごちそうになったよ、あ、ま、それが最初で最後の博多ラーメン。美味しかった、なかなかね、久しぶりに食べるとね、でだんだん味覚もほら、なんて言いましょうか、その東京ナイズされてくるじゃん。東京ナイズ、いや、東京ナイズ、ナイズっていうか、味覚がやっぱり40年もいたら、そうですね、まあそうでしょうね、うん、変わってくるのよ。あ、私もそう、あの、うん、うどんとそばが変わってきたな、好みが。最初おうどんが好きだったんだけど、うん、やっぱおそばがいい今は。あ、そうなんだ。え、関東のそばがいいですか。そう、へえ、うん、なんか四国だから、四国あんまおそばが美味しいってイメージないんだけど、そばはね、関西よりも関東でしょ、うん、やっぱり、うん、なるほど ね、 ね、その味が変わりますよね。ちょっとだから味覚がね変わってくるよね。だから、うん、その昔は美味しいとかと思ってたんだけども、ラーメンがちょっとこう、あ、濃く感じたりするなったり、それ年齢のせいだろう、ね、年齢でしょ。それはあの僕らも同じ、同じ、だんだんあの脂っこいラーメンが、ね、苦手になってくるっていう。そうでしょ、そうそう、もう東京とかのラーメンってもう何もかも入ってるだろう、油だらけじゃない。最近こってり系ね多いから、たまになんか昔ながらの中華そばの、中華そばとかのがいいよね、サラッとしたやつが、そうそう、食べたくなりますよね、うん、まあでも美味しかったよ、あの久しぶりに食べるとね、ラーメンもそうだし、うどんも食べましたけどね、うん、ごぼ天うどんと、ごぼ天かしわおにぎり、かしわ飯っていうんですか、かしわ飯、かしわ飯っていうか、いや多分ね、鶏の、まあ、スープで、まあ、ご飯とか、うん、でおにぎりがあるのよ、炊き込みご飯で、うどんとそれを食べたら博多帰ってきたねっていう感じです。僕はするんだよね、あのゴーデンうどんと丸天うどんとかもあるけど、うん、まあそんな話はどうでもいい。とりあえずちょっと今日声荒れてるからダイナマイト行こうかな。荒れてるからダイナマイト行きますか、はい、ワン、ツー、スリー、夢と希望
ということで金尾芳雄ダイナマイトをお届けしましたけども、まあ昼間からあのあれだよね、夜の雰囲気をもう酒飲みの雰囲気出してしまいましたけども、ね、いきなり酒が残ってる、いや、いいですよ、残ってる感じだよね。いや、それが帰ってきてさ、昨日もう帰ってもうクタクタになって帰ってきたんだけど、うん、その後あの東京 の, あの僕九州の倉手高校っていうか高校に行ってたんだけど、その東京の倉手高校の同窓会があって、即銀座に行ったのよ。帰ってきてすぐ。そこでもう宴会よ。そう、また九州の同級生がもうものすごい飲むわけよ。ハイボールなんかね、ピッチャーで10杯ぐらい飲んでたからね。ピッチャーでハイボール、そうそうそう。10回ぐらい頼んでた、確かね。おー、すごいですね、それは。何人ぐらいですか、それは。もう10人ぐらいかな。10何人ぐらい。10人、うん、?15 人ぐらい。1人ピッチャー1杯が飲んでるってことだね。ビールの後によ。で、その後にまあいろいろ飲むんだから。でももう途中で、あの、1曲だけ歌わせてもらって帰ったけど、頼むけん1曲 歌ってって言われて、ちょこちょこっとなんか歌って。歌って帰ってきた。うん。へぇー。行くとやっぱ歌わされますね。いや、そうそう。
やっぱもう声に疲れとるね。あ、さもう、かなくん疲れたやろね。もうお疲れ様って一曲歌うてって言うの。お前もう、いい加減に千かきさんとかいう感じの博多弁でね、喋ってましたけどもですね。皆さん博多弁で喋る。もちろんもちろん、ね。あの、でもね、僕以外はみんな優秀なのよ。あ、例えば、この番組のスポンサーにもなってくれてる僕、まあ友人は脳外科の権威だからね。もともと。だから、その医者。医者なんだけど、はいはい、で他の連中もまあ一流企業のもうやっぱり重役クラスか、うん、そのもうそこを引退した人ぐらいの感じだからものすごい優秀なんですよ、すごい、僕以外は。僕以外で僕は歌わけ歌ってたから、いいよね、かなくんが自由でとか言われてさ大変なんだから、売れてさそれを保つのは大変だけど、うん、売れなくて40年するのはもっと大変だからね。本当に。想像。本当よ。でもね、イメージがさ、あのライブとかでも喋ったけど、うん、売れた人ってイメージがつくじゃない。例えばその、うん、ほら吉田拓郎さんのイメージとか、はいはい、世良公則さんのイメージとかっていうのは、はい、まあ、ずっとそれをまあ もちろんアイドルの方も郷ひろみさんのそのイメージをずっと続けなきゃいけないじゃない。うんうん、それは大変。俺はほら。まだ途中だから。途中。今が旬。そうそうそう。今が旬というか、今のイメージでいけるわけよ。イメージがついてないから。ね、うん、そこはね、ちょっと負け惜しみで強みや。でも、そういうことですけどもですね。まあ、松下としみさんなんか歌いますか、いやいや今日はね。ちょっと待って。うん。ちょっといい、あ、お便り来てますね。僕の方をご紹介しましょうか。はい、ちょっとメガネ借りていいですかね。あ、ごめんなさい。僕ちょっと忘れてきたから。いや、私が忘れました。本当にね、もう目がね、見えにくいっていうのはもう、悲しくなるけどね。皆様、こんにちは。金丸四郎さん、投げ銭 FM オン中ということはね、チャーリー佐藤さんでございますね。九州ツアーお疲れ様でした。Facebook を拝見すると、ミキさんが登場していて思わず微笑んでおりましたミキ君は ね顔がでかいからね、うん、態度もでかいんだけど、まあ大柄です、目立つよね、うんうん、写真撮ると一番でかいからね、ああね、うん、後ろに行けばいいのにこう前に来るからでかいのがもうどんなにでかいのかっていう感じでね、ライブはいかがでしたでしょうか、楽しめましたでしょうか、もう本当にね楽しいひとときをね過ごさせていただきました、本日は金玉楽しいミニライブを お願いいたしますということで、今日投げ銭は 2万円来てますね、先週よりはちょっと景気が、うん、ちょっとこう良くなってるみたいですね、先週は何千円ぐらいの3000円でしたっけ、1人1000円ね、来ております、いつもありがとうございます、ありがとうございます、ね、佐藤さんも ねどうでしょうかね、あなたは休みの時はあれですか、休みっていうか先週は四国に帰ったの、うん、私はね、うん、20日の日に、うん、やっぱり同窓会があってね、そうなの中学生中学時代の、うん、同窓会があったんで、うんうん、それにちょっと一泊で弾丸で帰ってきました、一泊でもったいないなんかね四国一泊、四国一泊、ああ本当、そうなんです、どうでしたか、まあ私も40年ぶりぐらいに会った男の子がね、うん、いましたね、40年、え40もっと経ってんのかな、あんま計算したくないけど、小学校、うん、まあ中学は一緒、まあもちろんね小中って大体一緒なんだけど、うん、だけど中学の時もあんまり接点がない人とかいるでしょ、いるよね、100名近く、90何名だったかな、うん、3クラス、うん、だから名前も顔も覚えてないでしょ、みんなね詳しいこと覚えてるよね、うん、高校の頃とか中学の頃って俺そんなに覚えてないんだよね、覚えてなかったの私も、あそんなにはね、うん、忘れてることが多いんだけど俺の同級生って細かいことまで覚えてるわけ、あエピソードがね、そうそう肝試しに行ったとかねで 俺ってさ割とモテてたんだけど、うん、自分では男ばっかりと遊んでたわけよ、うん、気がつかなくて、うん、そのなんていうかなそういうのがで男ので遊んで夜とか
紙芝居したりとかさ、紙芝居そうなんかね、そういう練習したりとかしてて、でもちょっとあれだから夜も更けてきて肝試し行こうっつって、うん、道路にさ寝るのよ、3人か3人。危ないじゃないですか。寝て誰が一番先にそう逃げるかっていうことで俺が最後まで残ったんだって。俺それ全然覚えてないんだけど、ほんで車がバーッと回って急ブレーキしてまたビューッと戻ってきたのね。それ危ない、うん、危ないんだけど、こんな絶対しちゃダメなんだけど、それはダメです。そんなことしてたのよ。でしてたらしいんだよ、うん、で俺がわーッて脅かすわけ、車を。そしたら車がシューッて逃げていくんだって、うん、それをやったらもう、うん、そうやってたみたいな。覚えてない。とんでもないね。とんでもない。不良中年じゃなくて、もうその頃から。不良少年。俺そんなことは覚えてなかったんだけど、同級生とかこう印象に残ってんじゃない？やっぱインパクトが強いとね、忘れないんじゃないですかね、その頃のことってね。相手はね。相手はね。そうそうそう。で、赤粉をしてたから、俺、その時、中学とか高校の時。赤粉を入って、修学旅行で、赤粉で写真撮ったりとかしてたのよ、みんなで。バカなことばっかりしてたよね。あれ、なんで赤なんですかね。いや、知らないんだけど、この人、まあ、赤ってよく聞きますよね。赤ね。いや、失礼って合憲の、まあ、高校とか、中学の時、高校下駄履きだったからね。はぁ。伝統で。伝統で。そうそうそう、みんな下駄履きよ。じゃあ通学の時めちゃくちゃうるさいっすね。カランコロン。だから俺商店街だったから、カランコロンが聞こえたらもうあそろそろ行こうっていうか。ああ、なるほどね。そう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 。カランコロン。カランコロンが集団で移動するんだね。そうそう。だから下駄を鳴らしてやつが来るっていうね。あの感じよ。で、旧制中学からあって、まあそういうね、学校でしたよね。下駄は履かなかったね。購買部に山積みで売ってんだもん、下駄。下駄が売ってる。うん。すごいね。そうそうそう。制服のじゃあ一部の。でそうですね。そういう文化だったんだね、今日。そういうとこでしたけどもね。すごいね。まあそういう友達ともね、いろいろ会えてね、楽しい思い出があります。私の同窓会の話からそっちに。そうそう。同窓会ね。忘れた。なんかなんか、あれじゃない。忘れちゃった。同窓会行って恋がまた復活するとかってあるの？結構あるみたいね。あるんじゃないですか、ね、間違いを犯しやすいのあれね。本当に、うん、そう、あれ気をつけた方がいいよ。さすがにそれはないね。さすがにね、ね、うん、まあ、うんないでしょ、そんなのね。ないか、うん、いや話は聞くけどね、ね、うん、時々よくね、うん、そういう、あ、そうなのね、うん、その恋愛事情は全然全く分かんない。うん、ね、私なんかね、いつもお前は怖かったっていう、そういう人しかいないからさ、なんで私怖かったのかなと思って。いや、昔からあれなんじゃない、まあ土佐女はね、言いますからね、八金なんつう。いや、そういうんじゃないんですよ。そうじゃなくてね、なんかこう交流がなかったのかな、ぼーっとにいろんなことを想像しながら生きてたから、うん、その音楽のことばっかり考えてたから、うん、近寄りがたかったんですか、ね、なんかちょっと浮いてたかもしれないね、そういう中ではね。集中力がありすぎると周りはちょっとビビりますよね、きっと。あ、じゃあリバーサイドをさ、ミキサーのリクエスト、今日としみくんが歌ってみようか。え、ね、あ、歌詞カードがあります。歌詞はあ、リバーサイド、俺歌詞ね、最近全部譜面なくしちゃうんだよね。それで、ネタなくしちゃったんですか。うん、もうだから覚えろってことじゃないの。俺、だって見てないし、これ、歌詞カードとか。歌詞わかんないの。わかんないな。ほんと。横で聴いてるもんには、ほんほんって、なんかわかるんだけど、じゃあ、一人で歌うとなると、また別物でしょ。それはまた。それはそれで。ないな、ない。ないですか。ないですね。あ、じゃあマイフレンドはあるけど、でもちょっとキーなんだっけ、うん、リバー、うん、リバーサイドいきますか。 F、 うん、これで3カポで J かな。カナさん歌ってください。じゃあ、え、だって歌詞カードないし。何マジで。じゃあ俺歌う。We'll be right back.
た優しい。博多のミキさんのリクエストにお答えしましたリバーサイドマイホームタウンお届けしました。ですね、こう結構声が荒れてるね俺ね。そうこれ生放送だからね、うん、すぐ出ちゃうけど、まあそれはね、あのそういう時もありますというね、あんま変わりないですよね、やりますけど聞いてる方はそんなにはね、わからないわからないですね。わかりません。あ、わかりませんか、うん、あれやろうか、ドリンキンドリやりますか、はい、
Drinking in the Rain っていうね、今日のような今日も東京もね冷たい雨が降っておりますけどもですね、ですね、あっという間になんか冬のね、うん、ちょっと戻りましたね。ねえ、うん、僕は福岡に行った頃はものすごい暑かったわけよ。こっちも暑かったよね。暑かったね。暑かったですね。ね、もう夏みたいな感じのね。夏になったかと思ったら。昨日だってすごく蒸し暑かったですね。暑かったですよね、昨日もね。昨日も、うん、昨日も。あ、そうだっけ、昨日は暑かったね。あったかった、うん、あ、そうなんだ。今日がすごい寒い。今日は急に戻った感じ。調子が悪くなるよね、こういうね。なんか連休、大型連休そろそろ来るでしょ、平成が終わって。そうなんですよね。その10日間の間、雪が降るかもしれないみたいなこと言ってましたよ。え、雪、うん、あらま、そう、ほんとほんと天気が悪いみたい。いやでもあれだよね、こうかなり差があるからね、体調壊したりしやすい。だるいです。そうですね、うん、ね、もう暑いと思ったんだよね、昨日一昨日あたり暑かったから、ね、まあ、汗ばむような感じだったのがね、急に一気に冷えて、うん、そうね、うん、体調壊さないでくださいね、ラジオお聞きの皆様もですね、本当、ね、そうだから俺結構さ割と声枯れやすいっていうか、買ったのよ、ここのとこあんま調子良くなくて、はいはい、でもね、割と平気になってきた、治ってきた感じ。そう、うん、なんていうかな、別にライブのあった次の朝とかは、うん、ちょっとやっぱりオランデルから、オランド県ちょっとね、ガラガラ声になってるけど、うん、夕方はもう治るのよ。そうだからできるだけ喋んない方がいいんだけど、でそれを繰り返していくとなんとかこう続けられるっていうかね、う全然なんとなくこう感じが分かってきたというか、続けて歌う感じ。それでライブ以外に母のとこも行ったんですよ。母がちょっとそういう、老人介護施設のとこね、はい、今お世話になってるんで、で、まあ、その時もね、マイクなしで歌うわけですよね。うん、で、だいたい50人ぐらいの方がいらっしゃるんで、割とロビー広いとこなんですよ。うん。それで、準備が大変でね、僕が行くばっかりに、椅子とか全部片付けて、職員の方が。はい。で、皆さんそのロビーの方にずっと連れてきてもらって、段取りがあるんですけど、で、僕がこう出て行って、覚えたわねみたいなね、覚えといて、手開けてみたいなね、そこから始まって、音楽は知ったわねみたいなね、うん、それでなんかこう掛け声を最初お互いにこう掛け合うみたいなことから始めるんですよ。うん、それでだからでもね、ああいうところ、まあ残念ながら母親はもうちょっと喋れないんで、僕のことはあんま覚えてないかもしれないですけど、僕は何回か行ってるんで覚えてる方がいらっしゃるわけね、でそういう人たちがもう結構ね反応してくれるし、楽しみなんじゃないですか、カナさん君はね。そうそうそう、うん、もうあの老人介護施設はもうスターよ。それは大切な、いやでもね、ああいうところの方って手を一人一人、まあ、最後ね握手したり、ハグをしたりするんだけど、そしたらね、一人一人表情が違ってて、でもね、嬉しさの表し方が違うんよ。うん、すぐ反応してくれる人と、ハグした後、しばらくして泣き出す人とか、へー、そうだ、あ、今頃泣きよんしゃーとか言って、職員さんが、言われてて。だからね、違ってくんのかな。そうそう、一人一人違うからね、あれね。だから僕もね、なんかこうそういうご縁があってね、歌わせていただくことがあるんですけど、やっぱりそうこう手を触れたりとか、声を掛け合ったりとか、まあ七七モンドもそうだけど、手拍子をしてもらったりとかっていうことはね、すごくいいと思うんだよね。こうリズムに合わせることはなかなか普段ないじゃない。自分のリズムで生きてるから。だからね、あれはね、なんか、すごい勉強になったね。まあ、その時は大体一人で歌うんですけど、まあ、東京の施設の時は松下さんもね、行って、ほら、ひばりさんとか歌うともう、みんな知ってるから。バッとね。で、大体盛り上がったとこに俺が、
バッと出て行った時で、あの不良中年を温めて温めていただいて最近ね行ってないですね、そういえばね東京の方は ね施設はあんま行ってないですけどもね、うん、なんかあの時々行くと、うん、なんかねちょっと緊張しますよね、逆にね、ああいうところって。いやしてたんだけど、うん、俺最近もうどこで歌っても同じ感じ、本当に、うん、すごい、なんかねあんまり変わんなくなったね。あの、うん、まあ、友達の前で歌うのもそうだし、ライブハウスでもそうだし、うん、まあ、大きな会場にしても、うん、広い会場ほど僕がなんか好きなんだけど、うん、野外とか特に。野外ね。気持ちがいいのよ、自分が。みんな好きよね。うん。それでこう、うん、なんか動き回れるじゃん。だから、そういうの好きなんだけども、どこでやってもね、あの、やっぱそういう気持ちで歌わないと、うん、ちっちゃな、例えば立ち飲み屋さんでも、うん、やっぱりこう宇宙に向かって歌わないと、いやいや極端な話ね。だから大きな会場と思って歌わないと伝わんないのよ。うん、だからやっぱりそういうのは心がけてますけど。うん、あれだ。うん、あの、いや松下さんなんか、なんか、アントニオしてみる？準備してないよね。アントニオちょっとやってみたら、この間ちょっとしたやってみたらって言われても、うん、ね、アントニオ、そう、続けてやっちゃう。ぶつけ出すよね。もう一人なんかね、楽器隊がいてくれるといや、俺これを撮ろうと思って、これはリズムしようと思って探せなくてさ、あ、ごめんなさいね、今日パーカッションも忘れたって。これじゃあちょっとクリップだもんね。失礼しましたね、もうちょっとまあでも、何十年かぶりに。あ、そうですかね、でもいいんじゃないですかね、こういう雰囲気もね。雰囲気もね、俺でもね、松下さんはね、日本語の歌の好きなのよ。あ、わかりました。なんかね、日本語がこう、なんていうかな、こうクリアに出るっていうか、はいはい、その伝わるっていう
洋楽になっちゃうと、まあ、洋楽も同じことなんだけど、ちょっと ごまかせるというか、日本語とはまた違うじゃないですか。日本語はね、直接刺さるからね、やっぱさすがに母国語だから、ね。いやでもね、それがね、松下さん割と綺麗なの、言葉が。ありがとうございます。だから俺はね、どっちかというと、ね、日本語の歌の方が好きですけどね。たまにはね。たまには今ね、今ちょっとメールがね、届きました。読めますかね。はい。かなさん、九州ツアーお疲れ様でした。ところで、はいはい、今日が平成最後のラジオですね。あ、はい、そうだ。そうになりますね。そういうことになりますね。はいはいはい。来週はいよいよ、令和初めのラジオになりますが、意気込みを。令和ね、意気込みをお聞かせください。午前中、舞田の医者に行き、はい、大岡川を4キロ歩き、昼前に上大岡の自宅に戻り、今聞いてますよ。鈴木さんです。鈴木正幸さん、ね、ありがとうございます。そうですね、そう言われてみるとね、なりますね、今日が平成最後だ。そうなんですね、平成、昭和と平成とね、生き抜いてきた。生き抜きましたね。でも母親なんて大正もいるし、大正生まれでしょ。そうでしょ。で、明治もいらっしゃるね。明治大正もまだいらっしゃいますよね、きっとね。いらっしゃいます。すごいことよね。でもまあ、なんて言いましょうかね、その僕はまあ、自分の健康とね、こうやってその歌う方向性というか、要するに一発当てようと思って、まあ、デビューしたわけですけど、それとはまたちょっと時が経って、今の自分の音楽の関わり合い方っていうのが、まあ、少しずつ固まってきたので、それはそれでなんか継続していきたいって、まあその施設で歌うようなことも含めてですね、それであとはまあこのラジオのことと、あとはそのライブ活動をね、もう少しその、関連のある活動をしていきたいっていうね、今度6月沖縄行くんですよ、実は。それで沖縄はね、その、要するに学生たちの教育、まあ僕の知り合いがそういう大学とか教育に関して、ちょっといろいろ、要するにアクションしようとしてるんですよね。だから子供たち、若い方の前で歌うのもあるんだけども、そこでちょっとお話しさせていただいて、そこの塾みたいなとこあるんですけども、そこでちょっとね、講演ですか？そうですね。そういうこともちょっとさせていただこうかなとか思ってるんですね。だから、まあ、いろいろちょっと幅もね、広げていって、やりたいと思うんですけども、お楽しみいただきたいと思います。じゃあ告知いいですかね。はい、いいですよ。令和になって第1弾、はいはいはい、5月18日おうおう南林間ハイダウェイ金尾吉郎バンドで行きますね。俺ですよ。あ、いつですかそれ。です5月18日土曜日。5月18日土曜日土曜日ね。あ、南林間ハイダウェイです。久しぶりですね。はい、メンバーね、メンバーは誰でしょう。はい、渡辺武史ギター、はい、ザ・ウォッカから、はい、でごぼう鈴木さんドラム、はい、ベースが赤井浩二郎さん。赤井浩二郎、はい、コーラス松下。赤井浩二郎、回るからね、ベース弾きながら。くるっと回る。くるっと回るんで。ボーカル、金尾芳郎。あ、ボーカル、金尾芳郎。します。松下としみということで。7時スタート。久しぶりのバンドですよね。そうですね。これ5月18日土曜日、ね。それで、あと24日 ?5 月24日。24日ですね。はい。今度は赤坂フラットンカンティーナ。これ金曜日になりますね。そうですね。5月24日赤坂フラットンカンティーナ、はい、これもそのバンドで。そうです、同じメンバーでね。この時ね、博多オープニングアクトでね、博多出身の男性の方がいらっしゃいます。これはまたね、後日ご紹介いたしましょう、はい、博多出身というね。5月はそんな感じですかね、近場はね。近場はね、はい、ということで、ぜひね、皆様ライブでお楽しみいただきたいと思います。でね、九州行った時もね、 CD ね、一応持って行ったら、結構歌聞いてくれたら買ってくれるのよ。あ、すごいすごい。で、北九州の方って僕あんまり行かなかったから、まだ昭和で歌ってる頃のことをね、覚えてたりするんですよね。する方がいらして、でね、その人から言われたんだけど、金尾さん昔はね、ちょっと気難しかったって、今の方が随分良くなりましたねっていう。いや、昔はね、俺気難しかったかもしれない。暗かったもん、なんか。今は
明るい、今会えてよかったですね。そうそうそう、昔だったら、お友達になれなかったかもしれない。うん、暗かったからね。ちょっと暗かったというかね、いろいろストイックだったのかな。ストイックだったら結構、ね、僕も多分そういうとこあったと思うし、うんうん、若い時はね、若い時そうですよ、うん、自分の世界にこう、ね、だん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 丸くなってくるんですよね。丸くは全然なってないんだけどだんだんと時がどんどんね、ハリネズミの金尾よしろみたいな、ハリネズミみたいになってきますけどもですね、ハリネズミって歌なかったでしたっけ。ないよ、そんな。ということで、あ、なんかお便り、あ、鈴木さんのお便り、ね、来てますかね。今ね、ウォーキングしてるみたいです。あ、そうですか。ウォーキングして、みんなでもね、体鍛えたりしてる。いや、特にはやってないですけど、特別、僕も特別はやってないんですよ。週に2日酒を抜くようにはしてます。あ、偉い。でもそれで、あ、それはね、良くないね私でもスポーツしなきゃダメだわ、体がもうブヨブヨ。いや、でも適度にあのアルコールとかも、うん、そういうやっぱちょっとあの絞っていくっていうのはいいよね。なんかだんだんね、やっぱね、なるよね。連続で飲むのが辛くなってきたっていうか、美味しくないね。それもあるかもね。ちょっと間開けた方がいいかなっていう、うんうん、あ、ということでもう時間だよ。そうなんです。そんな話をしてる間に、あ、ほんと話ばっかりになってしまいました。まあいいんじゃない、お土産話ね、うん、九州の、ね、またね、ちょっといっぱい歌いましょう今度はね、はい、あっという間の1時間でしたけどもですね、はい、お相手は桜田武史さん、はい、松下俊美さん、はいはい、ありがとうございました、金尾芳郎でございました、はい、また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 お疲れ様でした。思い出が流れる、春には菜の花が辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しい、あの人は今はない。